皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回は 2024J リーグ YBC ルバンカッププレーオフラウンド第1戦名古屋グランパス対柏レイソルの一戦について展望を話していきたいと思います。試合は明日6月5日水曜日19時、三峡フロンティア柏スタジアムで行われます。 はいで、まずはルヴァンカップ大会概要といいますかね、現在の状況について整理をしたいんですが明日、ルヴァンカッププレーオフラウンドということでプレーオフラウンド勝ち上がりの条件を整理したいと思いますで、プレオフラウンドホームアウェーで行います明日はグランパスから見るとアウェーで日曜日にグランパスホームトヨタスタジアムで行うとで、2 0 0 0合計スコアで上回ったチームがベスト8 プライムラウンドへ進出ということですね。アウェーゴールのルールの採用はありません。とにかく2 0 0合計スコアで単純に上回ったら先に進むということですね。なので2 0 0合計スコア同点の場合は前後半15分の延長戦ということですね。ここもアウェーゴール関係ないので、とにかくスコアがタイスコアの場合は。 延長戦に入るということですね。で、延長戦でも決着がつかなかった場合には PK となるということですね。で、まあ、グランパス第2戦をね、ホームトヨタスタジアムで戦うことができるので、まあ、若干有利なのかなというところですね。第1戦の結果を受けて、第2戦ホームで戦うことできますし、万が一、 2005系スコア同点になった場合延長戦であったり PK 戦をホームで行うことができるというあたりは、まあ、有利なのかなというところですね、まあ、ただやはりとにかく180分2 0 0合計でスコアを上回るということが第一の目標になるのかなというふうには思います。 で改めまして対戦相手、柏レイソルですね、表示しているのはルヴァンカップファーストラウンド3回戦、ルヴァンカップの直近の試合のメンバーですね、まあ、やはりリーグ戦とは異なるメンバーで、ルヴァンカップは戦っているということです。ただ、明日の試合に関して言うと、リーグ戦、代表ウィークで中断しているので、 完全にターンオーバーしてくるのかというとまあそうじゃない可能性も十分あるのかなと思います第2戦が中3日日曜日に行われることを考えるとまあ、この2戦トータルで 選手起用を考えてくるのかな、まあ、両チームともにだとは思いますけれども、まあ、そういう起用法を考えているのかなという気はいたします。ちなみに、柏レイソル、リーグ戦は5勝5敗、7分け、勝ち点22、順位は第12位というここまでの戦いぶりですね。ググランパスとはすでにリーグ戦戦度対戦をしており グランパスから見るとアウェーゲームでしたね。同じく三共フロンティアでということでしたけれども、グランパス、今季初勝利を収めたアウェーゲームですから、やはりグランパスファンからしても非常に印象深いという試合でしたね。で、今季2度目の対戦ということですね。まあ、柏から見るとね、まあ、ホームで連敗はできないぞという気持ちは強いと思いますので、まあ、この試合、しっかりと勝つぞということで臨んでくるのではないのかなと思います。で、フォーメーションは、 表示していいるる通り4-4-2で来るのかなと思います。今季、公式戦、リーグ戦もルヴァンカップも含む全試合でこの442でスタートしているので、まあ、ここで並びを変えてくるということは考えづらいのかなというふうに思います。でまあ、戦い方としては 攻撃から守備の切り替えのところですよね。ここが素早くて強度も高いと。とにかくボール失ったら、直ちに脱回して、また再び攻撃に転じようということを一つチームの狙いとしてやっているのかなというふうに見えます。で、代表ウィークなので、まあ、A 代表ではないんですが、 サイドバックの関根選手、フォワードの細谷選手は U23 の方ですね、代表に選出をされており、この2試合は欠場と、まあ、ともにね、あのー、柏を支える選手なので、影響は 小さくないのかなと思いますが、まあ、とにかくこの2人2名は欠場ということですね。でまあ、とはいえ、前線マテウスサビオ選手がいたり、あとはチームトップスコアは6得点を取っているのは木下選手ですね。木下選手に関してはスタメン4。試合にとどまるのにこの数字。 かなり決定力高いのかなと、今シーズン点取れているのかなというところで、グランパスにとっては脅威だと、まあ、あとはスピード技術もある島村選手もいますし、まあ、あとにかくね、あの前線タレント揃っていますから、まあ、あと、明日誰が出るのかというのは正直、かなり読みづらいところではあるんですが、グランパスとしてはしっかり相手の攻撃陣、封じたいなというところかなと思います。 はい、で、名古屋クランパスメンバー予想なんですがゴールキーパー、武田選手ディフェンダー右から野上選手、三國選手、井上選手ウィングバック右に久保選手、左に内田選手ボランチは稲垣選手、米本選手シャドーの位置に榊原選手、永井選手。 センターフォアで山岸選手という11名を予想いたします。でまあ、代表ウィークということで、グランパスからはハチャンレ選手が韓国代表に選出をされており、ルヴァンカッププレーオフラウンド、ホーム、アウェー、2試合とも欠場ということになります。で、そのディフェンスラインなんですが、カーズラ選手が負傷をしており、吉田選手も前節ベンチ外ということで、ちょっと状況が。 不明とまあ、前節ベンチ外で中3日の試合となると、かなり、あの明、ー、日の試合に関しては難しいんじゃないのかなという予想をしています。まあ、そうなるとまあ野上選手。三国選手の出場は濃厚かなと。でまあ、三国選手は日曜日の試合フル出場して。 いてまあ、ただでさえね、ね今シーズンかなり出場しているので、コンディション的にはねかなりタフだとは思いますが、まあそれでもやっぱりチーム状況を考えると、三國選手、守備の軸として頑張ってもらうしかないのかなというところですね。で、また左のセンターバックで井上選手、出場を予想しているんですが、ルヴァンカップファーストラウンドの3回戦では、ベンチ外となってしまっていて、まあ、これ、 コンディションを落としていた故障してしまっていた可能性があるので、まあ、そこからどうなっているのかというところがかなり読みづらいということですね仮に井上選手も難しいとなると行徳選手の出場なんかもありうるのかというところですね。かなりディフェンン。スライン 人数が足りていないので明日どういうメンバーなのかベンチに誰が入るのかというのは非常に気になるところかなというふうには思っております。ウイングバックに関してもですね前節、泉選手も怪我をしてしまったということなのでまあこの試合は欠場でしょうということですね。中山選手、日曜日の試合フル出場しているのでまあウイングバックというポジションを考えてもまあかつ 日日曜日の試合かなり走っていたということを考えても、この試合のスタメンの可能性は低いのかなと、まあ、なので右は久保選手、で左に関しては山中選手前説、前節けがから。 復帰はしましたが、まあ、まだスタメンというようなコンディションではないのかなというふうに思いますので、まあ、この試合は内田選手が行くのかなというところを予想しております。で、前線に関しては、まあ、森島選手はお休みしてほしいなというところで,であと榊原選手ですね、ルンカップでこのポジションに入っていい動きしているので、まあ、この試合も出場を予想しております。 で残りの前線2枚に関しては前節途中交代後半途中から出場したコンビを予想しています。まあ、あの最前線、パトリック選手が入るということも十分考えられるかなと思っておりますが、まあ、かなり選手の出場予想というのは難しいかなというところです。明日見てみなないいとというとうこころでですすかねの、はい、の試合の展望なんですが、まあ、プレーオフラウンド ホームアンダーウェイということで、勝負は180分でということになります。で、まあ、中3日で、また日曜日に試合があるということを考えると、まあ、やはりメンバーも含めて、このトータルで2試合の準備をしているということなんだろうなと思います。で、かつ、2試合目、ホームで戦えるということを考えると、この第1戦に関して言うと、まあ、得点する 攻撃ももちろん大切なんですが失点をしないであったり失点を最小に留める守備というところがかなり大切になってくるのかなというふうには思います。で、まあそうは言っても先ほど言った通り守備陣ですよね、まあ、八村選手代表活動でいないとでさらに欠場離脱者不承認離脱者も多いということで最終ラインのメンバーやりくりかなり難しい状況なのかなと。 思います、まあ。吉田選手が出られるのかそうでないのかというところで状況、かなり変わるんですが、まあ、あの日曜日の試合でベンチ外だったことを考えるとこの試合はちょっと難しいのかなと次の日曜日の試合はちょっと分からないですがというところですが、まあ、とにかく、ね、出場する選手にやってもらうしかないというところですねで先ほどメンバーのところでも言いましたが井上選手のコンディションどうなっているのか出られる状況なのかというところ気になるところですが、まあ、チーム状況を考えると ぜひね、いけるのであれば出場してほしいなと思います。で、まあ、ディフェンスライン、三国選手だったり、吉田選手は今シーズンね、開幕してから一気にね、その地位を確立したといいますか、監督からの信頼もつかんで、序列も上げてと、まさに成長のシーズンということになっているのかなと思います。で、井上選手もある種、開幕前、まあ、なんていうんでしょう、キャンプイン 時点ではということかもしれないですけれども、まあ、三国選手だったり吉田選手と、まあ、横一線のような状況だったというふうに思います。でまあ、そんな状況にありながら開幕して、まあ、三国選手は本当にスタメンとして大きく成長していて、吉田選手も出場時間を延ばしてとていうようなところを見ると、やはり井上選手、期するものはあるのかなと思います。でチームを見 いるとディフェンスラインにね離脱者かなり出ている中で井上選手にとってはここ出場機会序列を上げるチャンスなのかなというふうに思いますのでまあ存在感発揮することを期待したいなと。まあ、井上選手もねやっぱり グランパスで、ね、もっともっと成長してほしい選手の1人なのでこういったところであの少しずつ序列を上げていくような活躍というところを見たいなというところですねで、まあ、繰り返しにもなりますがホームアウトアウェイの第1戦なので、まあ、守備大切だよということは間違いないんですが、まあ、何分守備陣、メンバーも含めて不透明というところで反対に攻撃陣はユンカー選手であったり山岸選手が戻ってきて、まあ、選手は揃ってきていると。 いうことなのでまあリードをね奪ってしまえば有利になるということは間違いないですから攻撃陣、当然ね得点苦痛得点期待したいなというところですねまあ、攻撃陣が引っ張るような試合、まあ、思わぬ展開といったらちょっと言い過ぎかもしれないですがそういったね試合展開もちょっと期待したいなというようなところではあるとでまあやはり明日の90分はまだまだ前半という位置づけ なので、どのような状況、得点差、スコアになっても、第2戦につ、ね、ながるために最善を尽くしてほしいなというふうに思います。まあ、リードはね1点でも多い方がいいですし、ビハインドは1点でも少ない方がいいということなので、どんな状況になっても諦めるような試合ではないということですね。まあ、第2戦、有利に、ね、戦うことができるようなゲーム、期待したいなというふうに思います。 はい、そんなところでサトンラジオ第758回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。